60代70代の方でも簡単に行えますので、最後まで一緒に行っていきましょう。せーの、スタート。で、横に手を伸ばしてですね、このまま腰を軽く振っていきましょう。手を横に伸ばして腰を横に振ってください。こうすることによってこのお腹の周りがですね、どんどんどん細くなりやすくなっていきます。そしてこうすることによってさらにこのお尻の筋肉もね、しっかりと動いていきますので、この骨盤のね、傾きも修正することができます。しっかりとね、このお腹周りをしっかりと保ったまま腰を横に振っていきましょう。上半身ができるだけぶれないように動かしてくださいね。はい、OK。 では次に行きますね。せーの、スタート。はい、では万歳をした状態で腰を横に振っていきましょう。こうすることによって腕周り、二の腕、そして背中、そしてお腹周りもしっかりと効いていきます。この感じでどんどん横に腰を振っていきましょう。で、腕をですね、伸ばしていくことによってしっかりとお腹周りを伸びていきますので、お腹のウエスト周りもどんどん細くなりやすくなっていきます。そしてこの時にしっかりとね、息をふーって吐いて吸って吐いてを繰り返していくと、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。はい、 OK です。それでは次に行きますね。せーの、スタート。はい、では次は腕をぐるぐるぐるっと回しながら腰を振っていきましょう。ぐる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 っと振りながら腰を振ってくださいね。こうすることで二の腕周り、そしてお腹周りもどんどん細くなりやすくなっていきます。で、これ腕をね、こうやって動かしていくと腕周りが本当にね、細くなっていきますんでね。そしてこのね、関節の動きも良くなっていきますんでね、しっかりとこれ、ね、ぐるぐるっと回していきましょう。腰を振るのを忘れないで全身を動かしていきましょう。はい、しっかりと腰を振って、はい、 OK です。では次に行きますよ。せーの、スタート。はい、では次はかかとをですね、上げながら交互に横に腰を振っていきましょう。後ろから見るとね、こんな感じ、こんな感じで足を上げた方向に体を寄せていく。そうすることでこのウエスト周りがどんどん細くなっていきます。かかとをですね、しっかりと上げていきましょう。しっかりと上げて上げて、かかと上げて、上げた方に体を寄せていきましょう。お腹をギュッと縮めて伸ばす。これを繰り返していきます。あともうちょっとですね、頑張って。はい、OK です。では、次に行きますね。せーの、スタート。はい、じゃあ先ほどね、やったやつのね、ちょっと大きな動きで、しっかりとね、体を縮めて伸ばす。これをやっていきましょう。先ほどね、だいぶ動きがゆっくりですけども、しっかりとね、筋肉を意識して動かすことによってさらにお腹周りも細くなりやすくなっていきます。そしてこれで足もね、動かしておりますので足のむくみ改善にもつながっていきます。むくみがなくなっていくと体もより細く、そして痩せやすくなっていきます。しっかりと筋肉を意識して動かしていきましょう。はい、あともうちょっと頑張って。はい、 OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。で、横に手を伸ばしてですね、このまま腰を軽く振っていきましょう。手を横に伸ばして腰を横に振ってください。こうすることによってこのお腹の周りがですね、どんどんどん細くなりやすくなっていきます。そしてこうすることによってさらにこのお尻の筋肉もね、しっかりと動いていきますので、この骨盤のね、傾きも修正することができます。しっかりとね、このお腹周りをしっかりと保ったまま腰を横に振っていきましょう。上半身ができるだけぶれないように動かしてくださいね。はい、 OK。 せーの、スタート。で、横に手を伸ばしてですね、このまま腰を軽く振っていきましょう。手を横に伸ばして腰を横に振ってください。こうすることによってこのお腹の周りがですね、どんどんどん細くなりやすくなっていきます。そしてこうすることによってさらにこのお尻の筋肉もね、しっかりと動いていきますので、この骨盤のね、傾きも修正することができます。しっかりとね、このお腹周りをしっかりと保ったまま腰を横に振っていきましょう。上半身ができるだけぶれないように動かしてくださいね。はい、
OK! では、次に行きますね。せーの、スタート！はい、では、バンザイをした状態で腰を横に振っていきましょう。こうすることによって、腕周り、二の腕、そして背中、そしてお腹周りもしっかりと効いていきます。こんな感じで、どんどん横に腰を振っていきましょう。で、腕をですね、伸ばしていくことによって、しっかりとね、お腹周りを伸びていきますので、お腹のウエスト周りもどんどん細くなりやすくなっていきます。そして、この時にしっかりとね、息をふーって吐いて、吸って、吐いてを繰り返していくと、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。はい、OK です。それでは、次に行きますね。せーの、スタート！はい、では次は腕をぐるぐるぐるっと回しながら腰を振っていきましょう。ぐる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 っと振りながら腰を振ってくださいね。こうすることで二の腕周り、そしてお腹周りもどんどん細くなりやすくなっていきます。で、これ腕をね、こうやって動かしていくと腕周りが本当にね、細くなっていきますんでね。そしてこのね、関節の動きも良くなっていきますんでね、しっかりとぐるぐるっと回していきましょう。腰を振るのを忘れないで、全身を動かしていきましょう。はい、しっかりと腰を振って。はい、OK です。では、次に行きますよ。せーの、スタート！はい、では次はかかとをですね、上げながら交互に横に腰を振っていきましょう。後ろから見るとね、こんな感じ。こんな感じで、足を上げた方向に体を寄せていく。そうすることで、このウエスト周りがどんどん細くなっていきます。かかとをですね、しっかりと上げていきましょう。しっかりと上げて、上げて、かかと上げて、上げた方に体を寄せていきましょう。お腹をギュッと縮めて伸ばす。これを繰り返していきます。あともうちょっとですね、頑張って。はい、OK です。では、次に行きますね。せーの、スタート！はい、先ほどね、やったやつのね、ちょっと大きな動きで、しっかりとね、体を縮めて伸ばす。これをやっていきましょう。先ほどね、だいぶ動きがゆっくりですけども、しっかりとね、筋肉を意識して動かすことによって、さらにお腹周りも細くなりやすくなっていきます。そしてこれで足もね、動かしておりますので、足のむくみ改善にもつながっていきます。むくみがなくなっていくと、体もより細く、そして痩せやすくなっていきます。しっかりと筋肉を意識して動かしていきましょう。はい、あともうちょっと頑張って。はい、OK です。では、次に行きましょう。せーの、スタート！で、横に手を伸ばしてですね、このまま腰を軽く振っていきましょう。手を横に伸ばして、腰を横に振ってください。こうすることによって、このお腹の周りがですね、どんどんどん細くなりやすくなっていきます。そして、こうすることによって、さらにこのお尻の筋肉もね、しっかりと動いていきますので、この骨盤のね、傾きも修正することができます。しっかりとね、このお腹周りをしっかりと保ったまま、腰を横に振っていきましょう。上半身ができるだけぶれないように動かしてくださいね。はい、OK! 皆さん、お疲れ様でした。今、お腹周りを動かして、しっかりと腰は振れましたか？今、気づかれた方もいるかもしれませんが、この体操、その場から、ほぼ動かずに全てできるようになっているんです。なのでわざわざスペースを用意する必要もありません。畳1畳分のスペースさえあれば十分に動かせますんで、家の中で少しの隙間時間があれば、その時間にやっていただくだけで運動習慣が身についていきます。今行った動きを全てできなくても大丈夫です。まずはやってみる。これを意識して一緒に体操をやっていきましょう。あなたなら必ずできます。